見るなよとか言ってガン怖かった。ちっちゃい頃から仕事してたからね。ちっちゃい時から仕事しょっちゅうあの学校早退したりね、あのしてたから、でまだそういう仕事自体あの先生とか皆さんも理解してもらえなかったから、すごく生意気に感じられたんじゃないかな。ああ、それでぶたれて、うん、ね、しょっちゅうだからいじめられて、高校の時なんかお弁当盗まれちゃったりね、あと下駄箱のあの上履きをもうしょっちゅうないの、うん、来るとうちの母がどうしたの赤いわ